東京新聞望月磯子が発表、菅官房長官の記者会見で記者から批判も。本日、東京新聞の望月磯子さんが菅官房長官の記者会見にて次のような発言をしてしまいました。このようにしたところで、はい、長官お願いします。昨日からずっと手を挙げているんですが、私は刺されないんです。どうぞ。2問聞きたいんですけれども、2問だけ。いや、私が指名したのは、はい、最後の1問ということで指名させていただきます。これは社会の皆さんと政府のお互いの話し合いの中で行われておりますので、そこはできるだけルールに従ってお願いをしたいと思います。私自身もいろんな今日の公務等の中でですね、こうして丁寧に説明させていただいているところであります。ひたすら手を刺されないということが続いております。しかも必ず私が最後でございます。見てる限りは、私がいた時に他の記者さんは最低でも1回は刺されてるんですね。非常に不当な扱いを長官の指名によって受けていると感じます。ぜひ見直していただきたい。なのでここで2問、昨日も含めて聞けない質問が続いておりますので、はい、あなたのご要望についてお答えする場所ではありません。ここは社会と、内閣の間の合意の中で行われている記者会見でありますので、ご要望を申し上げる場所ではないということを明快に申し上げておきたいと思います。紳士的な最後に回す指示には、抗議をさせていただきたいと思います。聞かせていただきます。桜の招待者名簿の管理に関して、昨日もですね、廃棄をしたと主張されていた文書が新たに出てきました。おそらくこれからもまたいろんなことが出てくると思います。で、この招待者名簿の管理にわたっては、歴代課長が処分されたことに関して、長官は昨日責任を問われた際、しっかり対応することが大事であり、現場の責任者の方にそのように対応させていただいたとお話をされ、ご自身の責任に関しては、明言を避けております。責任をもし痛感されているということであれば、やはりですね、ご自身の処分も合わせた対応が必要なのではないですか。自身の身を処してでも、この公文書管理を本気で徹底させていくという、こういうおつもりはないんでしょうか。昨日申し上げましたけども、これ法律に抵触するものでありますから、そこについては処分をさせていただきました。いずれにしろ、この公文書の管理というのはしっかり行うというのは当然のことであります。はい、ありがとうございました。このようになっておりまして、この東京新聞の望月磯子さんの言動に対して、同じマスコミ関係者の皆様からも現在売名行為だとかテロ行為だとか批判が出てしまっております。望月さんはこの菅官房長官の記者会見を仕切っているのが日本政府、また菅官房長官ではなく、マスコミ内閣記者クラブであることを理解されていないんでしょうか。この内閣記者クラブがマスコミが仕切っている記者会見において文句があるのであれば、菅官房長官に言うのではなく、マスコミに、内閣記者クラブに言わなければ何の意味もございません。こういった望月さんの言動、甚だ、何と言えばいいんでしょうか、新聞記者として不適格というか、もうマスコミという権力を私的にですね、乱用していると言わざるを得ませんので、内閣記者クラブには、マスコミ関係者の皆様には、こういった望月磯子さんによる暴走によって、これ以上政府が国民が被害に遭うことがないように、早急に抜本的な対策を取っていただくようお願いいたします。以上になります。ご清聴いただきありがとうございました。